はい、皆さんこんにちは。これから、直接民主主義の態度、スコットランド、独立住民投票の住民投票をですね、というですねタイトルで、これから第5回目のですね放送をしたいと思います。私は、日本海賊党の暫定党首をしております須澤と申します。よろしくお願いします。今日はコメンテーターの方といたしまして、お二人をお呼びしました。まずですね、真ん中に座っていらっしゃるのが、社会活動家で、日本海賊党の党員であります渡辺さんです。もう一人はですね、もう一方は、緑の党の広報担当の石崎さんですね、お呼びいたしました。簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、日本海賊党の党員の渡辺と申します。よろしくお願いします。スコットランドの独立問題というのを最近知ったばっかりで、あまりよく調べてなかったんですけども、ちょっと今日いろいろ調べたりとかしてそれできたんですけども、ヨーロッパの方ではかなり独立運動というのが盛んになってきまして、その中の一環かなという感じがしてますね。ヨーロッパが EU という形で統合されていって、その陰で国民国家というのがやっぱり影が薄くなったというか、蓋が少しずつ外れていったので、そのせいでそれまで国民国家の中に入っていた独立派、が少しずつこう出てきたんじゃないかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、石崎さんお願いします。はい、こんばんは。緑の党の広報をやっています石崎と申します。今日はですね、スコットランド今日の、取材に行っている大柴君とは2011年間の付き合いで、原発都民投票の署名活動をやっているときに、その原発都民投票の事務所に、まあ、ずっと2ヶ月泊まり込んでたんですけども、僕も大柴君も泊まり込みでもうずっとこう寝食を共にしてこう一緒に活動してて、その仲間の大柴君がスコットランドに行ってるということで応援してるんですけれども、まあ、そういうことで、かなりこうつながりがあってこう来ました。で、緑の党はもちろん参加型民主主義とか底辺民主主義とかっていうのをこう大事にしている政党で、国民投票住民投票っていうのにはもう非常にこう関心を持っています。で、今回もこう大柴君がスコットランドから帰ってきたらその現地報告会をやってもらったりとか、いろいろそういうことも企画してるんですけど、そういうことでこう彼の今活動を追っているということで、今日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ついさっきですね、その大柴さんの方からですね、アクセスがありまして、その少しですね、スカイプで対話いたしました。その時のビデオをですね、これからご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。柴犬さん、スコットランドは今何時ですか？今は昼の12時ですね。じゃあもう投票は始まっている？もう始まってます。何時から始まってるの？朝7時から。朝7時からで、夜の10時までですね。夜の10時まで。はい。結構長いですよね。長いというか。長いね。なんか、日本の感覚だと、休日というか、日曜日に投票するじゃないですか。うんうん、でも、なんかイギリスでは、基本的に木曜日。木曜日に大事なというか、選挙とか住民投票が行われるみたいで、で、そうですよね。で、学校とかも休みになって、で、とかもっていう、学校は休みになって、でも仕事してる人は普通に仕事をするので、平日なので、で、仕事してる人は出勤前に行って、で、あと帰ってきた後とかに行くみたいです。そのために長く投票時間が取られているようなんですけど。期日前投票とかもあるの？あ、はい、ありますね。それとあと郵便投票を、する人もいます。郵便投票、財者投票ね。はいはいはい、
あでもさ、なんかどっかの記事で読んだんだけど、はい、スコットランドに住んでる人しか投票できないんだっけ。はい、あそうですね、はい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 、そうなんですよ。まあ、スコットランド人でも、イングランドに住んでたりとか、まあ、海外に住んでたりしたら、投票できないんです、ね、国籍はあっても投票できない。国籍があってもできない。逆にそのスコットランド人じゃなくても、EU の人と、あと、まあ、A 連邦ですね、あの A 連邦って、ニュージーランドとか、で、それとあと EU の人ですね、その人たちは、スコットランド人じゃなくても、あのスコットランドに住んでいれば投票できるということですね。何年住んでるとこってあるわけ？ですね、9月2日かなんかの時点で、超最近じゃん、はいはいはい、への時点で、あの16歳以上で、で、それまでに登録をしなければいけなくて、でそこに登録するまでに、なんだ半年かなんか住んでなきゃいけないんですけど、半年以上住んでて、有権者登録して、はいはいはい、そういうことです。なんかさ、90% 以上の投票率になるんじゃないかってさ、記事があったんだけど、そんなに盛り上がってんの？そんなに盛り上がってんの？そんなに盛り上がってますね。まあ、僕の見てる世論調査、ちょっと僕 90% っていうのはちょっとあれ見てないんですけど、あの必ず投票に行くっていう人が、本当にまあ80から、そうですね、それくらいいますね。まあ、それくらいあのすごい関心は高いです、本当に。だあの街行く人みんなに聞いても、この話題であの持ちきりだとかそういう感じで、あのこれが終わったら何を話したらいいのかわからないみたいな人もいますし、でもさ1ヶ月前とかにはそうでもなかったんだよね。はい、そうですね、まあまあ、75% ぐらいいくんじゃないかっていうその話は、最低でも 75% みたいな話はありましたけど、でもそうですね、やっぱこっちに住んでる人からあの話を聞くと、やっぱりもうあの8月後半から の, あの盛り上がり方は、あの尋常じゃないっていう、はもう全く違うようになってきたっていうことは言ってましたね。それやっぱりこうどっちに転ぶか分かんないような状況だからってこと？まあそうですね、どっちに転ぶか分からないっていうのも あるでしょうね。まあ、あの独立の国民投票自体に、あのみんなそのことを議論したりとかそういうことって関心は高いっていうのはあるんですけど、まあそうですね、接戦だからっていうのは確かにみんな投票に行かなきゃいけない。例えば、そうですね、あの賛成派があのもう全然負けてるとかだったら、あじゃあいっかなみたいな感じで思う人、確かにいるかもしれないですね。かなりやっぱりあのスコットランド人のそれぞれの人にとって、はいはい、どういえば深刻というかものすごく重大な問題なのかね。そうですね、もう、あの重大っていうのはいろんな意味でそうなんですけど、まあ、もうこれは一世代に一回の出来事で、これが独立するかしないかっていうのは、もうあの一世代に一回しか決められないっていうのと、もし独立することになったら、あのもうそれは永遠に、あのイギリスから去るということを意味するみたいな、あの話になってるんで、もうそうですね、本当に重大というか、もうこっちの人はもうそれこそ、まあ、命がけじゃないですけど、命がけって言うとなんか全然違うか、かなり本気であの活動してますね、こっちの人たちの、まあ、集会とか行っても本当、物事にかけてるというか、気持ちにやっぱすごいナーバスになって緊張してるっていうことも言ってますし、あそう、はい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 、
そうですね。制度的に一世代、はいはい、例えば25年とか、はいはいはい、できないとか決まってるわけ？あ、そういう具体的なのはないと思いますけどね。うん。見てないです。はいはいはい。まあ、あの昨日僕グラスゴーってあの隣町、はいはい、隣町じゃないな、隣町じゃなくて、まあ、あの、うん、電車で1時間ぐらい行ったところが、うん、にグラスゴーという都市があって、うん、でそこがあのそこ、まあ、スコットランドで一番大きい都市で、うん、そこに行ってきたんですけど、そこで昨日反対派の集会と賛成派の集会に参加して、うんうん、やっぱりそこでもすごい熱気が、うん、熱気がというかもうこれで勝負を決めるんだっていうことのエネルギーをすごい感じましたね。ちょっとはい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 。でなんかさ、賛成派の人たちと反対派の人たちでカラーの違いとかってやっぱあるの？もうそれは結構如実にあるというか。如実にある。まあ、如実にありますね。例えば、あのまあ僕なんかはあの。うん、アンケートを一緒に取ったりしてるんですけど、うん、例えばそうですね、あの16歳の投票をどう見るか、うん、16歳の投票、うん、をどう見るかっていうので、うん、やっぱり賛成派の人たちは基本的には16歳も参加 OK、うんうん、要はあのそれだけの決める力があるというふうに踏んでるんですけど、うん、その反対派の人たちは、うん、あのまだ早い、その通常はあの18歳からなので、うそういうふうな、違いがあったりとか、うん、あとはあのもう運動の仕方が全然違うんですね。あの独立反対派っていうのは基本的にあの、まあ、ちょっと最近はあの変わってきたんであれなんですけど、うん、その要は反対派っていうのもメディアを駆使するわけです、まあ、資金力とか、うん、あのそういうのを使ってそのメディアをまず、うん、あのメディアだとかあと有名人とかに声をかけて、うん、でその人たちが大々的な、うん、あのアピールをする、うん、そういう戦略をずっと取ってきたんですね今まで、うん、ここ3週間4週間ぐらい前まで、うん、で要はもうそういうふうにそのお金とメディアを使って、うん、そのあと不安じゃない、まあ僕、まあ、海賊 TV なんであれ全然言っていい、うん、言っていいというか言っていいというか、あの要はその利権側と、うん、あの市民側のもう戦いみたいになってるんですよ日本の構造でいうと。その構図はみんなもうそうだって思ってる、スコットランドの人たちは。スコットランドの人は、うん、そう思ってる人もいます、そう思ってない人もいますけれども、賛成派は、うん、賛成派というか、要は市民側というか、うん、その人たちはあのそういう戦いだという、これはメディアとネットの戦いであり、うん、メディア対ネットの戦いであり、うん、これはあの民主主義を取るかその中央集権の、うん、世界を取るのか、地方分権、地方分権、地方を大事にする世界からあの中央を大事にする、まあ、それも中央政権か、まあ、そういったことを大事にするのかっていう、まあ、そういう構図というか、まあ、思考がありますね、うん、あとは、まあ、要は、体制側というか、うん、独立賛成独立反対側は、うん、あの不安もう、あのポンドが悪くなる、雇用がなくなる、うん、要はもう原発が電気がなくなる、高くなるみたいな、そんな話ですよね。そういうことをこうどんどん言って、で本当にそうなる、うん、そうなるかもしれない、まあ、うん、日本の原発で言うとまだちょっと本当に日本は原発なくても大丈夫ですけど、うん、あのまあ、スコットランドの例で言うと経済的にはやっぱりあの独立賛成が決まった時にはそれこそ、まあ、グループとは10年単位でちょっと不景気が続く可能性があるっていう、要は、まあ、信用がないというか先行きが不安なので投資がどこにも集まっ あまり集まりづらくなるし、あのイングランドとほとんど貿易をしているので、まあ、国内貿易じゃないですけど、まあ、そこと あのビジネスがうまくいかなくなるとするとかなり厳しい時代を迎えることになるかも
可能性があるんですけれども、まあ、それでも要はあの構図でいうとその、巨大資本に立ち向かう、あの草の根民主主義みたいな、そういう構図というか、まあそれだけじゃないんですけれども、もちろん、あの賛成派の中にはあの民族主義的に私たちはイングランド人じゃない、ブリティッシュじゃない、スコットランド人なんだっていう人たちもあの一定数いますし、ただ やっぱり僕がどこを切り取るかっていうと、その国家油田の利権とか、あの、その民族主義的な、あの、独立じゃなくて、そのやっぱり市民とあの要はイングランド中心のその、国づくり、そこに任せてそこから補助金をもらう、税金課税をイングランドに持ってて、そこから補助金をもらう、でそういう形ですね。で、スコットランドからの議員は650人中59人しかいなくて、であのまあ、で59人の中に補助党は1人しかいないのに、ウェンストミンスターというのは中央議会では、イギリス議会ではあの補助党が多いので、あの要は保守党 その政治になってしまうということですと、まあ、そういうことが要はもう民主主義的に、あのこれは革命が必要なんだっていう、その賛成の人たち、まあそれによって経済が悪くなる可能性がある、それをどう取るか、で経済的に不安がちょっとある、でお年寄りなんかはやっぱ変化を怖がるというか、お年寄りはもう明確に反対が多いんですけど、でやっぱ年金とかもありますし、あのそれこそ今までうまくいってるのに変える必要ないっていう考え方もありますし、そういうところではありますね。割とうまくいってるっていう認識なんだ。そうですね、あのていうか もっと悪くなるよりはいいというか、今うまくいってる、そうですね、まああのあの今はあの独立するかしないかっていう、あの二択なんですけど、三択にするっていう選択肢もあって、でまあ、三択にするとあの、まあ、中間案というか、あの要は軍事と外交以外は、あのスコットランドが全権握るっていう、あのそういう、条件を提示、条件があったんですけど、そしたらみんなそこにあの、投票するんじゃないかっていうことは言われてたんですけど、まあ、それはあの、キャメロンさんというか、まあ、あのウェストミンスターの方がダメって言ったので、その2択になったんですけど、まあ、それがちょっと痛手になってるというか、今キャメロンさんサイドとしては痛手になってるんですけど、要は、みんな変わんなくていいっていうふうに思ってるわけじゃなくて、独立はちょっとやりすぎだから、あの、まあとりあえず UK にとどまっておいて、でそこからあのちょっとずつ権限を勝ち取っていけばいいんじゃないかみたいな、そうですね、そんな感じですかね、その反対派も。なんで、まあ、このままでいいって、このままうまくいってるからいいっていうのはちょっとすみません、表現としてちょっと良くなかったですね。ただ独立までしなくていいっていうのが、そのはいはいはい、そんなところですね。っていう、そう、構図は面白いなというふうに思います。というか、まあ、日本にもつながるなというか、それで言いたかったことがっていうか、質問よりいいですか、はいはい、って言ってるみて、あのその結局運動、まあ、緑の党は、あのご存知の通りあの、独立賛成派についてるんですね。で、まあ、何をやろうとしているかというと、あの、まあ、要は民主主義のをもっときちんとした民主主義を、あの作るべきだっていう、まあ、本旨というか、まあそうなんですけど、まあ、グラスルーツって草の根のその活動をずっとあの独立賛成派はやってたんですね。でそれに対してあの
反対派はあの、うん、メディアだとかあの有名人とかを使って反対をこうアピールして、うん、っていうことをやっていて、でどんどんそしたらあの、まあ、やっぱ独立賛成派がどん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 あの支持を増やしていくんですね、独立賛成派が。要はきちんとあの会いに来て個別訪問とかして出しをもらったりとか、ステッカーあの町の情報スタンドでステッカーをもらったり、チラシを配ったり、そういうその接点を多くの人が持つようになって、でどん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 そのあのいやメディアだけじゃなくて本当にリアルなつながりができるようになって、どんどんあの支持を増やしていった。でそこがその最初のもう運動の全然違いがあったんですね。それに気づいて反対派もどんどんそういう活動をやるようになってきて、でまた反対派が理解したりして、結構変えていった感じなんですけど、うん、そうですね、運動の違いとかやっぱり違いっていうのは僕はすごい大きいなっていうふうに思います。そうですね、情報ステーションいっぱい作ってる、はい、情報、うん、そうですね、情報ステーションはあのいっぱいありますね、うん、賛成派特に反対派もありますけど、情報ステーションというのは要はあの原発都民投票の時 の、うんうん、あのブース、ブースというか、机出して、うんうん、でそこにシールがあったり情報があったり、でそこにこう反対派の人が来るとこう議論になったり、なんかそんなような場所ですね。机1個と、まあ、机出して、うん、あのね、とか大きな通りとかに立てたりとか、そういうような形でのイメージですね。情報スタンドってちょっと分かりづらくてあれですけど、うん、ちょっといろいろ聞きたいんだけど、渡辺さんは何か、はい、あ、どうも初めまして、家族との交友の渡辺と申します。よろしくお願いします。映ってんの、このこっちは。だから僕あの小さくなんか認識できないぐらいで映ってます。そうですか。あ、そこに映ってるね。はいはいはい。今のところ女性はどうですか。なんか半々ぐらいが反対賛成で、残りの、無党派層というか不動票が行方を決めるみたいな感じで言われてますけども、どんな感じなんでしょうね。もうでもおっしゃる通りだと思います。僕もあのまあ街歩いてると本当に賛成派が9割ぐらいですかねっていう感じなんですけど、あの要は声を出さない反対派って、うん、あのいう人たちがいるので、要は、うん、反対派の人たちは、うん、あのなんだか声を出しづらい雰囲気になってるっていうことを言ってますね。あの要は国を愛、もうスコットランド賛成、独立賛成の人たちはもう国を愛してるみたいな愛国心があって、で、あの独立反対の人はその国を愛してないみたいな、なんか愛してないというか、なんか言いづらいような雰囲気があるっていうのを言ってますね。なのであの反対派の人はあんまりあの自分が反対派だっていうことをそのバッジつけたりとか、あの家の窓とかにノーって書いたりとか、まあありますけれども、やっぱりもう目に入るのはほとんど賛成派ですね。うん、でもやっぱ世論調査をすると半々ぐらいになるので、やっぱりそれがあの実際のところなんじゃないかなっていうのはありますけど、街の様子はもう全然違います。全然違うというかもう賛成派ばっかりっていう感じですね。賛成派の人もし独立したらロードマップっていうのはどんな感じになるんでしょうね。はい、独立して、一応あのその後どういう具合に進めていこうというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。はい、その市民がですか。市民がじゃなくて政党がですね、多分。はい。はい、あのまあ一応独立するのがあの2014年の6月、うん、で、あれちょっと待って、そうそう、で、で、まあ、そのための、議会選挙が、6月じゃない、5月ですね、5月に、独立で、3月に、
議会選挙を行うみたいな、そういう感じ。それまでに要は、その中央政府というかウェストミンスターと、これはこうしてこれはこうして、通貨をこうして、イギリス軍をこうしてとはもう あらゆることについて交渉する、そういうようなイメージですね。というかそこから始まるので、それまで、どうするかっていうのを、きちんと話をしてないです。こっちはこうする、こっちはこうするってことしか言ってないので、それについて議論が始まるというのが独立が決まった後の、ことですね。はいはいはい、かなりタイトだね。そうですね、ちょっと2年しか設定してないので、ちょっとかなり難しいというか、まあ、それまでに全部用意できるかっていうと、ちょっとそれが危ういっていうのが見方なんですけど、まあ一応そういうことになってるというか、そういうふうに青写真を描いているっていう、そういう感じですね。はい、超楽しそうだよね。いやもうでも本当に全部やるわけでしょ。投票が起こってると思うとちょっと、そうですね、ワクワクしますね。で結果が出るのはいつなんだっけ。結果出るのは明日の日本時間で言うと、19日の、6時とか、日本時、こっちの時間で朝の6時か7時なんで、そっちで言う 3時とか、3時とか2時とか3時とかですね、昼の2時とか3時とかですね。うん、その時間、まあそれまでに何回か中間報告みたいのが出ると思うので、明日もちょっと中間報告だとかについては、あれ、中間報告だとかについては話せる、あ、じゃなくて中間報告じゃなくて最終報告は話せますね。はいはいはい、そんな感じですね。また撮っちゃった。そうそう、すいません。はいはい、まあちょっと30分なので僕そろそろ行かなきゃいけないんですけれども、はい、いいんですか、なんかあれば、はい、じゃあまた明日もですね、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、先ほど収録いたしました、大柴さんと、私たちのね、対話と対談ということをですね、録画をご覧いただきました。まあいろんな話をされてましたけども、一つ印象に残ったのが、10年間不況が続くかもしれないという話ですよね。確かに昨日もですね、その、天野さんという方がねコメンテーターでいらっしゃって、多分独立が決まってしまえば、ポンドの価格は下がってるだろう、下がってしまうだろうと、あるいは、いろいろとごたごたするのを嫌ってね、イギリスからもスコットランドからもですね、外資が、ね、逃げ出してしまうと、そういったことによってちょっと、経済的にですね厳しい状態に一時になるかもしれない。だけども、まあ、いわゆる為替の乱高下というのがね、あるかもしれないし、いろんな変動に伴ってですね、いろんなその問題が起こるかもしれないけども、まあ、その今日のね大島さんの話だと、それは10年間ぐらいかもしれないってことなんで、相当大きな覚悟をしないとね、そういった予想がある中で賛成をするというのは大変な話だってことになりますよね。やっぱりそうですね、まあ、経済よりもやっぱり民主主義とか経済的な発展よりもやっぱりその、皆さんのその、幸福とか、まあ、そういうのを考えて、その独立を選択したいと、そんなことなんでしょうかね。なるほど。はい、あとですね、もう一つ私がね、心配なのは、一応例えば、独立賛成といったことで決まったとしましてもね、なんか今の話だと、猶予期間が2年間しかないと。
いうことでね、ちゃんとその国がですね、全く新しい国に変わるところで2年間で間に合うのかなと、で、2年間で間に合うかというか、その独立が決まってからいろんなことを決めるといったことは、やっぱりそこで、当然イギリスの方の、ね、政府との交渉もあるし、そこで、そのイギリスの政府としてはその独立に反対しているわけですから、いろいろと足を引っ張るといったことをね、そうじゃないかと、足を、引っ張ってですね、結局2年間では独立できなくてずるずると行っちゃうんじゃないかという、そういった心配もなんかちらっとするんですけどね、だからなかなか、賛成派が多数を占めたとしてもですね、ちょっと道のりは厳しいかなと、そんな感じはいたしました。はい、で、でも、どうなんでしょうね、まずこんなことはないことなので、ものすごく世界から注目されますよね、これから2年間のスコットランドの、もし独立ってことになった場合のこう歩みっていうのはすっごい世界から注目されて、ガラス張りになると思うので、あんまりこうなんつうのかな、イギリスとしてね、こうできないことっていっぱいあるだろうなって、そんなになんかめちゃくちゃ、ロシアだったら結構めちゃくちゃ本当かもしれない、ね、でもイギリスはなんかちょっと民主主義の本場みたいな、ねまあね、感じのところがあるでしょ、一応 ね、 あのね、建前としては、あんまりこう、ね、どうなんだろうっていうのがね、ありますよね。まあ、そういった意味ではあとはやっぱりこう、僕なんかもうスコットランド行きたいなって思っちゃったんですけど、ですか、でも、まあ、僕は別にただの興味だけど、独立したい人たち、それ台湾かもしれないし、それカタルニアかもしれないし、まあ、いろんなところね、そういうところの人は沖縄だって乗り込んでるらしいですけど、沖縄の人たちも、でそれはもうこれから2年とかっていうのはものすごいそこでこう勉強っていうかね、そう、なるほどね、そう、それはもうなんか一つのこうモデルケースになるわけなので、すごくたくさんのこう人たちがこう優秀な人でこうなんかこうやりたいっていう人とかが集結していくっていう可能性もあると思うんですよね、国づくりだから、そうですね、そう、それはもうものすごく面白いその実験現場になるっていう、可能性はあるのかなって、まあ、全然根拠なく思ってるんですけどね、僕自身は自分のなんかこう感じ方からするとね、でも本当にそういった平和にね、民主的に独立するっていうのはなかなかそういった例がないですからね、その先進国でそういった例がね、今度、もう一般に公開されるような形で行われればね、相当の人がその参考にしたいと思うでしょうね、なるほどね、まあ、独立って形はないですけども、チェコスロバキアがチェコとスロバキアに分離したっていう、ありましたね、例がありましたけども、これはあまり参考にはならないかもしれないですね、ただの分離ですから、そうですね、独立じゃないですからね、まあでもね、考えようによってはそういったイギリスとスコットランドがね、分離したという考えもできるかもしれませんし、まあ結構あのあれですね、あのスコットランドっていうのはあの GNP が高くてですね、あの10ナンバーとか言ってますね、あ、そうですか、あのね、国民一人当たりっていうふうに換算した時には、17番とかって記事で、まあちょっとね、あの不確かだけど、確かそんなの記事を読んだ記憶はあります。確かに日本より高いという、日本より高いんですよ、日本より高いのは間違いないですね、でやっぱりその高いんだけども、やっぱりイギリスと、ね、合わせて全体になるとそれが低くなっちゃうと、だからその独立すればもっとね、その経済的には豊かになると、そういう、あの計算もあるみたいなんですね、で特にそのほら北海油田があるじゃないですか、北海油田の収益が今ではイギリスに取られてしまうのがね、全部自分たちのものになるというところで、その経済的効果も結構大きいという話を聞きますね、だから経済的利益メリットもあるんで独立したいという人もいると思うんですけどね、まあ、ただあの今回のお話だとね、あの大柴さんの話だとやっぱりその対立ですね、いろんな対立があると、いわゆるその市民派の人たちとですね、あるいはもっと、利権をね追求するようなですね方々との対立というのが、まあ、あの表面からあんまりよく見えませんけどね、やっぱり結構内部的なところではですね結構あるという話ですよね、で特にそのイギリスの方は
もうアメリカと同じように、うん、新自由主義的な、ね、うん、政策で、うん、やっていこうというですね、うん、そういった動きが強くて、うん、どちらかというとそれに対してスコットランドっていうのは北欧とかね、うん、ああいったところの影響を受けて、うん、もっと福祉的なね、うん、あるいは規制がある程度ある、ね、うん、そういった社会で、人々が幸福に暮らしていこうと、うん、そういった思考ですから、やっぱりそこら辺の対立っていうのがやっぱりこの独立のね問題を契機にいろいろとその表面に出てきたということはあると思いますね、うんうんうん、なんか強いなっていう感じがしますね、スコットランドの人たちね、うんうん、そうですよね、うんうん、だからどうしても例えば日本でもね、確かにその 99% の人たちの運動なんてありますけども、うんうん、やっぱり例えばアメリカの方のですね、ウォールストリートのね運動ありましたよね、うんうん、ああいった運動の東京版っていうのはですね結局ポチャっちゃったみたいですし、うんうん、なかなかそういった 99% の運動っていうのはなかなか日本で浸透してないというところありますよね、うんうんうん、まあ、それがもしも独立派が勝ってしまえばね、ある程度そういった市民派の勝利なのかなという気もしますし、まあ、市民派という意味では緑の党もね、もうそのスコットランドの緑の党もね、イギリスの緑の党も欧州の緑の党もみんな賛成という立場、まあ、当然です、当然ですか、はい、うんうん、なるほどね、もうコミュニティベースのね、こうちっちゃいこう民主主義もそれを積み重ねていくっていうのが、うんうん、もうなんか緑の党の基本的な考え方なので、うんうんうん、よりローカルな方がデモクラシーだ、なるほどね、うんうんうん、そうでしょうね、実は昨日も言ったんですが、うん、英国の、ね、イギリスの会議がございまして、そちらの方のページを見ますとですね、はい、そのアンケートがあるんですよ、うん、それで昨日の段階で、賛成が 78%、うん、反対が 22% と、うん、そういった割合だったんだね、やっぱりその海賊党を支持する人たちもですね、うん、やっぱり、賛成票が非常に多いと、イングランドの、そうですね、イングランドですね、まあ、そういった形でですね、うん、いわゆるその市民派の政党の場合は非常に高い、賛成度が非常に高いんですが、まあ、とはいえ、そのいわゆるイギリスの大政党ですね、労働党も含めて、大政党はみんなこぞって反対しているというような状況がありますからね、うん、そういうところで今もその大石さんおっしゃってましたけども、まあ、いろいろとお金を使ったいろんなキャンペーンをしてですね、うん、できるだけ、反対票を増やそうとしていますから、うん、まあ、そういうところでじゃあ実際に蓋を開けるとどうなのかなという気はしますね、うん、いくら街の中を歩いてですね、見るともう賛成のねそういった機運ばかりだということであっても、うん、やっぱりそのねその、大企業とかあるいはその大政党とかね、が反対していろんなお金を使ったキャンペーンをしているとですね、どうしてもそっちに負けてしまって、反対票を入れてしまうという可能性もありますからね、うん、それは日本でも結構同じですよね、結構その、アンケートを取ると、原発反対といいながらね、うん、実際には原発賛成の政党がたくさんの票を取るということもありますから、まあ、選挙はね争点明確にならないので、うんうん、でももう小泉とイエスの争点明確でイエスのなので、あ、なるほど、ね、民意はね、うん、そのままでいますね、なるほどね、うん、そういった意味ではちゃんと出ると思いますね、はいはい、まあ、でもやっぱりその内部的な対立っていうのは、まあ、スコットランドの中身がねもっと奥深いところはちょっと私たちは見えませんから、うん、まあ、何とも言えないというところがありますよね、うん、やっぱりその明日の、選挙結果を期待するということしかないでしょうね、うん、はい、まあ、明日ですね、このシリーズも第6回で最終回ということになりますが、うん、その、放送の時にはもうですね選挙結果はもう分かっていると、ね、明日はそういった、分かった時点でですね、これからの総括だとかね、あるいはまた大柴さんにもですね登場していただいて、現地の様子とかをですねお聞きしたいと思います、まあ、ということでですね、まあ、今大柴さんの話をですね控えていただいたんですが、まあ、こういった独立をするという運動はなんか今他のところでも結構広がっているという話ですよね、うん、そうですね、ヨーロッパではもう数え切れないほどの独立運動が、うんうん、広がっていて、もうこれはどうなるんだろうかという、うんうんうん、そこまでいってますし、特に一番直近ではカタロニア、カタルーニアが来月選挙がありますね、うんうんうん、カタロニアっていうのはスペインの一地域でしたっけ、そうですね、
あ、投票です。あ、投票、投票ね。なるほどね。スペインっていうと、うん、バスクが有名ですけども、うん、バスクはもう弾圧されておっしゃっちゃいましたけども、うん、今はカタルーニャが、うん、あの大きい話題になってますね。それはあの 正式な、いわゆるその投票で、あの今の、今回のスコットランドみたく独立しようという、そういったあの投票なんですか？いや、正式なものではなくて、ではなくて、正式なものはね、認められなかったんでね、そうですね。そうですか。それで、認められなかったんだけども、やるぞって。そう、もうあの非公式でもいいからやるということで、うんうんうん、まあ、言ってるらしいんですけど、まあ、実際どうなるかっていうのはね、うんうん、まあ、分かんないっていうのは、やっぱりスペイン政府がかなり強硬に、うん、もうこれは憲法違反だから、うんうん、もうありとあらゆる手段を使って止めるぐらいのことを言っているんですよ、うんうん、まあ、ちょっとなんかどうなるんだろうって感じですけどね。まあ、でもこの前 YouTube 見ましたら、そのデモもすごい、ね、すごいですよね。デモ出てよね、あれね、なんか何十万とかね、百何十万とかね、うん、あ、そうですか、なんか通り埋めちゃって、そう、そう、うんうん、やっぱりそういった民意というのはやっぱりね、うん、その、いくらその国があるからといってね、国の一部だからといってやっぱり国が完全に抑え切ってしまうというところもやっぱり少し問題なんじゃないですかね。そうですね、どうなるんですかね、うん、そうね、うん、でも民意が本当にこう示されちゃうと、うんうんうん、やっぱりそれはものすごいこう力を持つので、非公式でやってもらうんですね、やっぱりこう止めたいですよね、スペインとしてはね、うんうん、なんか日本でもそういった民意で、うん、あのその原発関係ですか、なんか止めたみたいな、そういった話もあるんですよね、うん、そう、あの例えば、うんうん、新潟県の牧町っていうところで牧原発っていうのを作られようとした時に、うんうん、結局まあこう長いこう運動で住民投票もやって、こうリコールもやってとかね、あの、うんうんうん、反対の人が町長になっていろんなことをやって、うんうん、最終的に止めたっていう、うんうん、原発を建てさせなかったっていう町があるんですけど、うんうん、そこなんかは最初にこう住民投票をやろうとした時にやっぱりこう議会で認められなくて、うんうん、それでこうやれないと、うん、でも町民が自主管理型住民投票つって、うんうん、自分たちで勝手にやるって言ってやったんですね。勝手な住民投票ですか。そうそう、だからまあ非公式っていうか、まあ、その法的な拘束力とかね、うんうんうん、そういうものは持たないんだけど、うんうんうん、それでももうちゃんとこうでっかいこう投票所を作っちゃって、うん、それでなんかね、こうなんかね、こうプレハブでこう作って、うんうんうん、それであのやったっていうね、うんうんうん、そういうようなことでもうちゃんとこうはっきりとこう、うん、反対の人が多いとかっていうことが出てしまうと、うんうん、もうなんか町長とかもね、うん、めったなこと言えなくなって、うん、そういうようなあのことっていうのがあったんですよね。でやっぱりこうそういうふうにこう明確な民意っていうのをね示すっていうのは、これ選挙だとさっきも言いましたけど、なんか橋本さんに投票したけど、橋本さんが原発反対って言ってたから投票したけど、なんかうやむやみたいなことってあるわけなんだけど、まあ賛成か反対か自分の投票したものはそのままちゃんと記録として残るっていうことっていうのはやっぱりすごい重みがありますね。はい、そういった意味で本当に非公式 の、 その、住民投票みたいなものであっても、その結構その効力があると、その効果があると、うん、影響はね絶対にあるはずです。うん、先ほどですね、その石崎さんがその、原発都民請求ですか、原発都民投票、ね、都民投票、はいはいはい、というものに参加されてて、はい、大島さんもね、一緒に参加させたと、はいはい、いうことをおっしゃってましたが、はい、それはやっぱりその非公式 の、 その住民投票みたいなものなんですかね。あれはですね、うんうん、ちゃんとこう制度として認められているもので、うんうんうん、まあ、東京都のね、うんうん、直接請求っていう制度があって、うんうん、まあ、有権者の 2% 以上の署名、法定署名っていうんですけど、はいはい、まあ、住所とか名前とか書いてハンコまで押さないといけない、うん、ちょっと厳格な署名なんだけど、うんうん、それでこう 2% 以上だから東京だったら22万いくらの人の署名を集めると、うんうん、こういう条例を作ってくださいっていうのを議会に出すことができる。そしたら議会はそれを協議して結論を出さないといけないっていうね、うんうん、そういう制度があるんですよ。だからその制度を使って原発の是非を問う住民投票をやるっていう条例を作ってくださいっていうことをやったのがその運動
ので、おお、なるほど。それでまあ一応こう署名はね、こう22万人の33万人集まって、ね、それで2ヶ月でね集めたのものすごい勢いで、うんうん、それでまあ議会にかけてこう半々だったんですね。賛成と反対と半々だったんだけど、まあ、ギリギリでこう負けて、負けちゃった。ダメだった。そういうね。まあでもね、その、勝手にやる住民投票と違って、もっとその、公式な制度を使って民意を反映させようということで、うんうん、ある程度その、制度としては民主主義的なね、なんかそういった動きですよね、一つのね。そうですね。それから、大島さんが今回ね、そのスコットランドの方にですね、うん、取材に出かけたというのも、うん、まあ、その2、3年前でしたっけ、うん、そういった、その都民、投票ですね、そちらの方に参加されて、うん、やっぱりそういった制度とか、そういった直接民主主義のですね、直接民主主義による民意とかですね、うん、そういったものにちょっと目覚めてですね、うん、その延長線上にあるのかなと。延長線上にありますね。彼はその後、まあ、ドイツに留学するんだけど、はいはい、その前にリトアニアにで原発のこう是非をと国民投票があったんですよね。その取材にも行ってるし、はいはい、ブラジルで原発のこう廃棄もなんか廃止するかしないかの国民投票があったんだけど、はいはい、その取材にも行ってるし、あとこうベルリンとかハンブルクで電力会社を企業が持つか市民が持つかみたいな、うんうん、そういう住民投票があったのの取材とかもあったな。住民投票の専門家になりつつあるんです。なるほどね、そうですね。そうそう、あ、そうなんですか。だから彼はその、私 の, そのテーマは直接民主主義だという、うん、おっしゃり方をしてましたけども、まあ、具体的にはそういった住民投票ですね、うん、についてのあの取材とか、そういったレポートをね取るとか、うん、そういうところが結構多いってことなんですね。じゃあね、そうですね、なるほど。まあ、直接民主主義ってこれは緑の党においてもね結構その、うん、非常に重要な課題になってますし、うん、まあ、あるいは日本海賊党の所属しますパイレーツパーティーですね、うん、そちらの方も、うん、液体民主主義と言いましてね、まあ、リキッドデモクラシーと言いますけども、その、間接民主主義と直接民主主義のね、いいとこ取りをしたですね、そういったの制度を普及していこうと、まあ、そういった動きもあるわけですけども、やっぱりそのこれからはその、本当に大議制でね、その一部の議員に任せておくというよりはもっとその、一人一人が考えてよりいい、社会を作るために動こうというその動きがね、あちこちに出てくるのかなと、まあ、実際の、間接民主主義で選ばれた議員さんといってもですね、まあ、実際によく話聞いてみるとですね、ほとんど勉強もしないで、ほとんどその、討議もしないでね、かえってその、議員さんよりも一般の人の方がねいろいろといろんな問題で詳しい人が多いというような今現状ですからね、そういう中ではやはり単に昔のようにですね議員さんに任せておけばいいとじゃなくてね、うん、やっぱりそういった、うん、皆さんが一人一人が考えて直接民主主義的に行動を起こしていくと、うん、いったことが大切になるのかなとそういった気がしますよね、うん、ちょっと日本はあまりにもですねお任せ民主主義が、うん、はびこってしまってですねほとんど一般の人はそういった物事について政策についてとかね政治について何も考えていないという方が、うん、めちゃくちゃ多いんですよね、まあ、政策課題っていうのはものすごく多いから、うんうん、分かんないですよね、うんうん、普通にはだ選挙とかっていうのは何を基準に選んでいいか分かんないっていうことで、うんうん、人を見て選ぶみたいにね、あ、そうですね、なっちゃいがちなんだけど、うんうん、まあ、住民投票っていうのはさっきも言ったかもしれませんけどテーマははっきりしてますから、うんうんうん、でそれに対して賛成か反対かって問われるところから、うん、自分はどうなんだろうって考えていくでこれどうなってるのかなとかって調べていくとかっていうことっていうのは、うんうんうん、なんかこう入ってきやすいんですよね、うんうん、で明確だしこうそれで情報がちゃんとこう出されると、うんうん、なんかちゃんとこう賛成側の意見とか反対側の意見とかもこう並んで、うんうんうん、それをちゃんとこう見てそれで選ぶっていうところでは、うんうん、割と人はこうまともな判断を下すっていうのがね、まあ、研究ではね、うん、こう出てるらしいんですね、はいはい、なのでやっぱりこう住民投票っていうのは民主主義の学校って言われてたりするんですけど、うんうん、一番なんかそういうこう自分がこう政治にコミットしていくっていうのがしやすい、うんうん、
チャンネルなんだろうなっていう。なるほどね。はい、はい、あのこの前にですね、うん、あの大柴さんが撮られたねインタビューの映像を流したんですが、うん、そこで登場されたエリーさんって方もね、うん、今でも全然政治は関係ない、全然興味なかったと、うん、それがその、その今回の住民投票でね、うん、初めていろんなことを、その知り出して、うん、でいろんな人と議論をしてね、うん、その意見を戦わすということを始めたと、うん、ことをおっしゃったんですよね。そのエリーさんっていうのはスコットランド、うん、そうですそうです、はい、そうですね、はい、だからそういった意味でやはり確かに、住民投票を行う、そこに参加する、そしてそこでいろんな議論をですねするということは、うん、やっぱり日本にとってね今のお任せ、その民主主義から脱却するためにですね非常に有効かなという気がするんですよね、うんうん、そのためにもその、まあ、あの住民投票をその地方議会で決めるとか、うん、国会で決めるだけじゃなくって、その逆にさっきおっしゃったようなね、うん、都民投票みたいな感じでですね、うんうん、逆にその、住民投票みたいなものをですね、そのやる機運を盛り上げていくと、そのための運動をすると、うん、いうことも、まあ、日本の民主主義をねもっとその質の良いものにするためには重要なのかなという気がしましたですね、うん、今日ね、はい、まあまあ、この都民、投票もねその延長線上で今回は大柴さんが言ってらっしゃるということなんですが、うん、そういった、日本の活動がねそれが世界の関心を結びつくというような形でですね、どんどん皆さんが目を開かれていくとね、うん、だいぶ日本の政治状況とかですね、うん、というのも変わってくるのかなというような気がしますですね、うん、はい、はい、一応の今日は、9月の18日ということでね、今、スコットランドの方では投票の最中ですね、ということなんですが、一応明日が6回目の最終回です。でその時にまでにはですね、その投票結果分かってますので、また明日ですね、その投票結果分かったですね、そういった時点で、まあ、これからもしもイエスであればね、どうスコットランドや世界が変わっていくのか、あるいはノーだとしてもですね、その、スコットランドの運動でいろいろとですね見えてきたものがありますので、そういったものが日本でどう生かせるかと、まあ、そういったことにつきましてね、また明日、最終回ということでお話をしたいと思います。また明日ですね大柴さんもね、そのスカイプで参加していただきますので、ぜひまた明日もお期待ください、うん、それでは今日はここら辺でねおしまいいたします。どうも皆さんありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。